どうも。時刻は10時40分でございます。あとですね、20分後僕ライブ放送なんですけど、いやさっきのね動画はね、いや買わないでくださいって、いや買ってくださいよいやもう セールスしないと、最後ね、やっぱセールスしないとビジネスですから、セールスしますよ。あかんわと、買わないでくださいって言ったけど買ってくださいコロコロ変わるね僕ね。まあでもさっき言った、さっきの動画、借金ある人へですから、借金ある人へ限定メッセージですからね、はい、借金がない人は買ってください。はい、あと20分ある、 あと20分あるんで、ちょっと15分ぐらい動画撮ろうかなと。まあさ、でこれね、動画撮ろうと思った理由が、さっきなんかその LINE アットでメッセージもらったんですよ。メッセージもらって、無料でも稼げるって無料でも稼げるっていう吉谷さんの誠実さがいいですねみたいなメッセージいただきました。うん、まあ全然誠実じゃないですけどね、売ってますから、はい、もう多分誠実を極めると多分このお坊さんにならないとダメなんじゃないかなと思うんですけど、まあ僕はビジネスやってますから、ちゃんとセールスもしますよ。商品も売ります、買ってくださいって言います、買ってくださいと、はい、で今回ですね、無料では稼げない理由、ちょっと最後、これがさすがに最後だと思います。無料では稼げない理由で、無料じゃ稼げないですよ。無料でも稼げる優待やんと。なんで無料では稼げないと思います？多分僕の動画を見てる人って多分こんな感じなんですよ。まあもちろん真剣に見ていただいてる方もいらっしゃると思うんですけど、多分7割ぐらいはまたこいつなんか動画いっぱいアップしなんか言ってるわぐらい、もしくはとか、まあそれぐらいなんですよ。まあこれよくちょっと例を出すんですけど、100円のビニール傘と100円のビニール傘とブランドの2万円の傘があったとします。どっちを大切に使いますか？ビニール傘って、100円のビニール傘ってそこら辺になんか怒ってません？あ、忘れたからいいや、忘れたからいいやになりません？また買えばいいやってなりません？でもそれが3万円とかのブランドもんで、めっちゃお気に入りのブランドもんの傘だったら、うわーと思ってちょっと探しに行きません？これってまあ無料でも稼げるんですけど、なぜ無料では稼げないのかっていうと、これなんです。もうこの一言につきます。この一言に、はい、覚悟できない。だって無料だからリスクないじゃないですか。無料ってリスクなくないですか？だから覚悟できないですよね。でもお金払ったらやらんとあかん、一応お金払ってるからね。例えば塾に入りました。塾に入って、じゃあその塾が100万でしたと。高いですね。じゃあその100万払って塾行って寝ます？寝ないですよね。ちゃんと勉強しません？だけどそれが無料だったらどうですか？その覚悟の熱量です。覚悟の熱量、無料の状態と有料を買った時の覚悟の熱量っていうのが変わるんですね。でこれ無料でも稼げる人っていうのは、無料でも覚悟の熱量が高いんですよ。もう絶対なんとかするみたいな。例えば事例を言いましょう。まあ、今回久保さんの話もしてるんですけど、久保さん3年で1億3000万以上稼いで、まあ、直近でね YouTube で1億550万作ったっていう話をしてましたけど、久保さんの家にこの前泊まりに行きましたけど、久保さんはどういう覚悟を持って、まあ久保さんはね塾入ってるんですよ。30万払いました。で久保さんがその当時ネットビジネス全くやったことがない時、お金なかったんですよ。でこの30万をどうやって払ったのかっていうと、クレジットカード2枚です。クレジット2枚、もう最後のなけなしのクレジットの2枚の枠をなんとか使ってこれ払ったんですよ。で久保さんもその時にこう思ったらしいんですね。もうこれ死ぬ気でやってダメだったらもう俺の人生終わりだと。もうだからこれでやってダメだったらもう無理だと、もうこれで最後だと、これもう死ぬ気でやろうっていう覚悟で、この最後のクレジットカード2枚限界枠でなんとか入ったんですよ。30万を払ったんですね。
だから覚悟を持って入ってきたわけですよ、塾に。わかります？覚悟を持って入ってきたんです。だから久保さんうまくいったんです。でね、これね、あの、じゃあ吉谷さんお金を払えば稼げるんですかっていうわけでもないんですよ。この30万円のお金の使い方が、あ、これに入れば儲かるんだ、あ、これで僕の人生変わる、これさえあればっていうような、全く覚悟な、それって覚悟あります？あ、これに入ればお金持ちになれる、ああなんかお金いっぱい降ってくるみたい、それって覚悟あります？同じ30万払ったとしてもそれだと、あの、無理なんですよ。だからお金を払おうが払わないが覚悟の量です。ただし無料だとその覚悟がやっぱり少ないよねってとこなんです。無料でも有料でも覚悟がなかったら稼げないんですよ。だけど全体的な割合を見ると無料だと覚悟がやっぱ出ないですよね。だから稼げないです。だネットで僕ね、何千人っていう、まあ何万人ってお客さん対応してますけど、ぶっちゃけ何やっても稼げますし、こんだけ無料の情報あんだから稼げるんですよ。やろうと思えば、やる気、あの、死ぬ気でやれば、マジで死ぬ気でやれば稼げますよ。じゃあ死ぬ気でできないのって覚悟がないからじゃないですか。なんで死ぬ気でできないの？覚悟がないからですよね。覚悟があれば死ぬ気でできません？覚悟があれば死ぬ気でできませんか？僕はできると思います。じゃあ僕の塾生さんのちょっと事例をお話しすると、和田さんっていう人がいるんですね。和田さん。で、和田さんは、生まれた時からですね、親が借金2000万ぐらいありました。はい、借金2000万です。はい。まあその和田さんと、あ、そうだ、和田さんとタイアップした PV あるな。この YouTube の下にその和田さんとのタイアップのとした時の PV、無料の PV あるんで、ちょっとリンク貼っときますね。和田さん。で、和田さんは、借金2000万ある家庭で生まれて、でずっと大人、まあ、子供の時から、なんかちょっとやりながらやって、まあ、そのお金がないから、まあ、いじめとかもありつつ、なんかまあいろいろな壮絶な人生なんですけど、で、まあ、子供の時も働きの、あと大人になってからバイトを4つか5つ掛け持ちして、で、バイト4つ5つ掛け持ちするんだけど、全部元本減らず、利子に全部消えていくって、元本全然減らんと。で、まあ、これは和田さんから聞きましたけど、まあね、あのお母さんと本当に一家心中しようかっていうところまで行ってたんですよ。で、そんな時に和田さんはネットビジネスに出会うわけですよ。でね、これまあストーリーがあるんですけども、和田さんマイナス2000万ですね。しかも自分で作ったマイナスじゃないですよ。親が、まあお父さんが逃げたらしいんですけど、マイナス2000万。スタートマイナス2000万ですよ。もう一度言いますね。スタートマイナス2000万です。で、その時に、ネットビジネスに出会います。でね、まあ、久保さんの話したじゃないですか。で、久保さんは、まあ、当時、まあ、その勉強して、で情報発信を始めてたわけですよ。で、教えるっていうことをやり始めてたんですね。で、その久保さんがセミナーをすると、で、これ2万円です。2万円のセミナーをやると。で、和田さんは久保さんのその Facebook かなんかの案内見て、2万円かと。ない、2万円は和田さんないんですよ。和田さん2万円ないんですね。でも久保さんのそのセミナーやりますっていうのをね、見たわけですよ。でも2万円ないんですよ、和田さん。2万円、現金ないんですよ。現金ない、全然ない、2万円もない。でも和田さんはこのセミナーに参加しました。どうやって参加したと思います？和田さんがこの2万円のセミナーにお金がないのにどうやって参加したと思われますか？これが答えです。これが覚悟を持って本気で人生を変える人なのか変えられない人なのか、これです。今和田さん年収3000万ですよ。借金も全額返済して今年収3000万ですけど、これが全てです。どうやってテクニックで稼ぐんですかとか、どんなノウハウなんですか、関係ないです。和田さんがこの2万円のセミナーに参加したその行動プロセスが全てです。和田さんお金ないんです。和田さんどうやって参加したと思います？
和田さんは30人ぐらいに電話して会ったりとかして土下座してお金を借りてきたんですよ。土下座してですよ、土下座して2万作ってきたんですよ。できます？土下座して2万作れます？全部恥も捨ててもう俺は人生変えたい、このセミナーに参加して人生変えたいと。でパソコンもなかったです、和田さん、ね、パソコンも友達に借りてきた。そっからスタートですからね。パソコンもない、ネットビジネスやったこともない、マイナス2000万、お金現金2万もない、今年収3000万でしょ。できますか？多分できないですよね。できれば年収3000万いきますよ。だから覚悟があれば人生は変えられます。無料であろうが有料であろうが覚悟さえあればね。和田さん、あとはね、もう少しちょっとストーリーありますけど、和田さんはお金なくてもその、まあ、お金稼ぎたいって言って、で、まあ、本屋にね立ち読みしてたらしいですよね。で、まあ、お金ないから本買えないわけですよ。だから立ち読みするしかないんですよ。で立ち読みしすぎて本屋出入り禁止になるっていう。あります？なんかお金ないんですとか、まあ僕のとこ来るんですけど、本屋に出入り禁止になるまで立ち読みしたことってあります？ないですよね、多分ないんですよ。和田さんがなんでマイナス2000万からスタートして今年収3000万になったのか、まあ僕のドリアカの塾生でドリアカにも入ってくれてますけど、なんでだと思いますか？まあ一緒にねタイアップもセミナーとか2回ぐらいさせてもらいましたけどね。もう僕はまあその話を聞いて、和田さんが年収3000万になった理由はもうここに尽きるなと。わかります？手段はどうでもいいんです。手段は何でもいいんです。お金がなくてもお金は作れるんです。別にまあネットビジネスね、その時和田さんはネットビジネスの根も知らなかったんですから、お金の作り方わかんないんですよ。だからもう友達に借りるしかねえぞとね。でも信頼も失う、そ、まあ、もちろん信頼、ね、お金貸してくれっていきなり言ってね、信頼失うじゃないですか。まあそれも恐れずですよ。和田さんは土下座して借りに行ったわけですよ。だここが僕全てだと思いますけどね、うん、だからまあ有料、まあちょっとね話はどんどんちょっと脱線してますけど、まあなんで無料で稼げないのかっていうと、その覚悟の熱量やっぱ少ないですよ。無料だから一回になるんですよ。無料だから何のリスクもないですよね。何のリスクもないからまあ一回になるわけですよ、うん、でも100万もし払ったとするならば、やらんとあかんって一応動機はできるじゃないですか。お金払ってるんで一応やるぞっていう動機はできますよね。でも無料はやらなくてもやってもどっちでもいいんですよ。動機ないですよね。だからそれが無料で稼げない理由の一つです。まあ大きい理由ですね。ただし無料でも有料でも、覚悟さえあれば人生は変えられるし、お金は稼げます。だから大切なのは覚悟があるかどうかですね、はい。まあ、これね今日ねちょっと個別に、まあ、久しぶりに僕本読んでたんですけど、こう高橋歩さんのね本をちょっと読んでたんですけど、まあ一人の方にちょっとシェアしたんですけど、メッセージで、はい、これ夢は逃げない、逃げるのは、これドリームアカデミアのねキャッチコピーですけど、ここにね、うん、なんだっけ、あ、ここ。必要なのは勇気ではなく覚悟。決めてしまえば全ては動き出す。必要なのは勇気ではなく覚悟。決めてしまえば全ては動き出す。決めてしまえば全ては動き出す。和田さんはこのセミナーに行くということを決めたんです。もう一度言いますね。和田さんは覚悟を持ってこのセミナーに行くっていうことを決めたんです。で、その決めたことを成し遂げるためにどうすればお金作れるかっつって土下座したんです。決めたから土下座できたんです。もう一度言いますね。このセミナーに行くってことを決めたから土下座できたんです。はい、これが全てです。はい。ということで、あかんな。もう10時54分で、あと5分後ぐらいにちょっとライブ始まるんで、この辺で終わりたいと思います。なので、まあ今回ですね、3Aのアフリエイト、お申し込みされた方
も見てるかもしれないですけど、まだない、もしかしたら悩んでる方もいるかもしれないですけど、どうせ買うんだったら覚悟を持って買ってほしいなと思います。どうせやるんだったら覚悟を持って本当に決めて、俺は絶対やるんだっていうのを決めて入ってください、買ってください。絶対に俺はインターネット上に自動販売機資産を作るんだっていうことを決めてください。もう一度言いますね。俺は絶対に、私は絶対に、インターネット上に自動販売機を作る、資産を作る、それを作るってことは決めてください。僕は1万本最低アップロードするっていうのを決めてますからね。まあ10万本とかね、アップロードできるんだったらもうやってやろうと思ってますから。はい、まあそんな感じですね。はい、ではですね、もうあと、もうこう、まあなんでこんなに僕動画撮ってるかっていうと、今回の商品はリスク全くないですからね。だからお金稼ぎたいんだったらこれ勉強した方がいいんじゃねっていうね。あとはね、僕セールスも買ってほしい理由としては、僕ねいつも思うんですけど、なんかいろんな教材買って、騙されました騙されました、お金ないですって来るんですよ。いやちょっと待って、そっちにお金払うんだったら僕にお金払ってくれよと。そっちに払うんだったら僕結構お値段以上吉谷で頑張ってるんですけど、なんかね30万とか40万とかね、意味内容カスカスの買って騙されましたって来るわけですよ。いやだったらこと思うんですけどね、いつも。だから僕はそういう買う前に僕のを買ってくれと、そういうのにどうせ買うんだったら僕のをまず買ってくれと、でちゃんと勉強してほしいなと。だからもう僕はセールス、もう毎日でもセールスしたろうかなって思ってるんですけど、もう毎月1回は必ずセールスしてますからね。そんなの買うんだったら僕の買ってもらってちゃんと勉強してほしいなっていう思いもあります。だってもうそういうお客さんいっぱい来ますから本当に、うん、はい、ということで、最後、もうこれで本当に最後だと思いますけど、これで終わりたいと思います。ライブあるんで、あ、3分後、はい、では降ります。この下にリンク貼っておきますので、ご確認ください。ご視聴ありがとうございました。